騒がせ申し訳ありません。私が愛知二郎参議院議員候補者自民党公認公明党推薦愛知二郎のお願いに参りました。元幹事長、元防衛大臣、元農林水産大臣、いくらでも言いますが、衆議院の石破茂であります。ご当地秋葉君や代議士ともどもに、そして県議会市議会の多くの同志の皆様方ともどもに、あと一歩、あと一息、日本国中、私もいろんなところに応援に参りました。これからまた秋田、佐賀、滋賀、三重、千葉、あちらこちらへ参りますが、日本で一番厳しい選挙区、我々自由民主党が抜きつ抜かれつ、全く予断を許さないと判断をいたしておりますのが、愛知二郎が戦っておりますこの宮城選挙区であります。愛知二郎、3期18年間ひたすら誠実に己のことを考えずに、政治家って時々言いますよね、自分さえ良ければいいとかね、後のことはしたことではないとか、そういう人がいないわけではないが、愛知二郎はひたすら自分のことを捨てて人のために、そして今さえ良ければいいのではない次の時代のために、一生懸命働いてきたのが愛知二郎であります。今ほど政治が大切な時はない。それはなぜなのかというと、日本の国はおそらく100年で1回の転換期を迎えているからです。ご存知と思いますが、あと80年で日本人の人口は半分になります。たったあと80年、今1億2700万人いますが、西暦2100年に日本人は5200万人になると言われています。なぜならこれから1年に100万人日本人が減る時代に入るからです。死ぬ人の方が生まれる人よりもはるかに多いんだから、当たり前の話こうなります。宮城県は日本国中で7番目に結婚する人が多い県です。人口1000人当たり、区役所に結婚しましたよ、この間愛知さんも結婚して子供もできたんだが、結婚しましたよって届けを区役所に出しますね。人口1000人当たりで婚姻届が出る人の割合、宮城県は全国第7位。大勢の人が結婚できるこの宮城県ですが、なんとしたことか、一人当たりの女性が産んでくださるお子さんの数、全国第46位。最下位の北海道に次いで、なんでこうなるのか、よくわからん。いろんなデータを見ると、宮城県の女性は、お家に帰る時間が全国で2番目に遅い、東京の次に遅い。なんでなんだ、わかんない。いろんな理由はあるんでしょう。ですが政治は大変騒音していても仕方がなくて、宮城の女性がどんな思いでおられるのか、何をしたらいいのか、結婚もできる、お子さんもたくさん生まれる、そして私は消費税を上げないなんぞというデタラメは申しません。愛知郎はそんな言い換えなことは言いません。しかし消費税をどんどん上げればそれでいいとも思っていません。あと20年後高齢化はピークに達し、日本人は2000万人減っているのです。たった20年後、介護にかかるお金は、後ほど厚生労働副大臣秋葉賢也が話をするかもしれませんが、介護にかかるお金はあと20年後で 2.4 倍、医療にかかるお金は 1.7 倍、消費税を上げたぐらいで済むような話ではありません。いかにして所得の少ない方に負担が多い消費税の上げ率を抑えて、いかにして個人の所得を上げて、そのためのやり方は財務副大臣をやっていた愛知二郎、皆様方にきちんとお示しをいたします。この6年間で株の総額は 2.5 倍になった。金持ちはすごい金持ちになった。でも一人一人の人たちは豊かになっていない。東京はお金持ちになった。
地方は豊かになっていない。大企業は儲かった、中小企業はそうではない。我々自由民主党は東京さえ良ければとか大企業さえ良ければいいとかお金持ちさえ良ければいいなんて全く思っていない。国民政党自由民主党は辛い思いの人、悲しい思いの人たちのためにある政党なのであって、我が自由民主党はもっと謙虚に、もっと正直に、もっと誠実に、丁寧で正直で謙虚な政党として、この宮城から仙台から新しい日本を作り、新しい自民党を作る、自民党公認、公明党推薦、愛知二郎、どうぞ公明党の若松さん、ともどもに、愛知二郎、あと一歩です、あと一息です、ご支持ご支援、これからお願いして、石破茂、そろそろ新幹線が出ますものですから、皆様にご挨拶できなくて申し訳ありません、どうぞ愛知二郎、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。